プラットフォーム2面2000時代のホーム紅用園駅は、兵庫県西宮市紅用園、和歌江町にある、阪急電鉄紅用線の駅。同線の終着駅である。駅番号は、HK-30。2003年度の第4回近畿の駅100選に選ばれた。戦前には、駅周辺に、本庄一 k 三郎が開発した、カルバス温泉と呼ばれる、観落地があり、 紅葉線自体もこの行落地への足として、阪神と争って建設されたものだった。駅前には、東亜キネマの撮影所もあったが、昭和に入るとこれらの行落施設は衰退した。戦後、駅周辺は、住宅地に姿を変え、赤日の面影はない。東端式ホーム一面一線を有する地上駅。かつては二面二線であったが、駅構内脱線事故以降一号線は、 使用停止とされ、2号線のみが使用されていた。2年後の2010年6月頃には分岐器を撤去の上、1号線ホームの改修工事を実施。同年8月7日からは配線変更の上2号線を廃止し1号線のみを使用する。駅は一面一線。駅舎寄りの上屋の柱は、八幡製鉄所製の鋼材が使用されていたが、改修工事で全て撤去された。 改札口の右横には以前制服を着用した宿川学院中学校、高等学校の生徒を対象とした学生専用室入口が存在した。これは利用客との信頼関係に基づいて改札を省略し学生が改札前に滞留することなくスムーズに通れるようにする方式で日本初の試みであった。紅葉学院高等学校が 現在地に移転してからは、登校の生徒も対象となった。不正乗車抑止の観点から、駅員による抜き打ち検察が実施されることもあった。2000年代前半のフェアライドシステムの導入と、前後してフリーパスゲートは廃止された。毎時6本が発車する。以下に、発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。 2019年の年間乗車人員は245万4000人である。したがって、1日平均乗車人員は6723人となる。近年の1日平均乗車人員の推移は、下評の通りである。以前は、宿川学院中学校、高等学校の生徒や宿川学院短期大学の学生の利用が多かったが、前者は2016年に、 校舎は2013年に、いずれも神戸市に移転した。周囲は、紅葉園として西宮7園の一つに数えられ、阪神館における高級住宅街の一つとして有名である。阪急紅葉園、駅前バス停があり、阪神バスの路線が乗り入れる。ありがとうございます。